はい、どうもこんにちは、ツンツンです。今日はですね、マグネットデッキにガイアプレートを混ぜたマグネットガイアっていうデッキをご紹介していきたいなと思います。で、ただこれ一度紹介したことあるんですけれども、まあ2回目の紹介ですね。で、その時と大きく変わった点はやっぱりこの強化蘇生を入れてます。あとはこれですね、司令術黒金、これを入れてます。で、なんでかっていうと、コメントをもらったんですよ。昔は苦渋の決断でやってたんですけど、コメントで強化蘇生もいいですよっていう風なコメントをその時の動画にもらって、で、強化蘇生入りのマグネットガイア組んでたんですよね。で、スキルとかもリスタートにしてます。ここはなんでかっていうと、正直勝ち筋がマグネットバルキリオンかガイアプレート頼み。頼みっていうか、まあ、ここに依存する割合が非常に多かったんですよね。だから下級ビートじゃないと。下級でもし行くんだったら、墓場の一丁目で荒野発動して、1900打点作るのがありかなと思ったんですけど、いやーみたいな。1900打点並べたところでしゃあないやろ感が自分の中でちょっと思っちゃって、でそれだったら、このガイアプレートとマグネットバルキリオンを出すために、まあ初手がね、いい反動でスタートした方が絶対いいかなと思って、で、こうしました。で、ガイアプレートは2枚、マグネットバルキリオン1枚なんですけど、まあマグネットバルキリオンはね、まあ特殊召喚しても1回なんでこれでいいかなっていう。で、ガイアプレートに関しても2枚あるんです。2枚なんですけど、正直、こいつとかこいつでデッキ圧縮めっちゃしていくんで、大体引けるはずです。で、ワンキルするために風魔でしょ。あとは、攻撃用の札でエネコン。銀幕とかはスピード遅くなっちゃう要因の一つなんで、今回は入れてません。で、これでね、どれぐらいのまあ動きができるのかっていうところを、実際ランクマとかで、動画撮ってみたので、てかまあ今から撮っていくんでね、見ていただきたいなと思います。それではどうぞ。まあこの、それではどうぞって言いながらね、今から、ランクマに入っていく、この、グダグダ感はあるんですけど、まだ、撮ってないんでね、まだ。まあちょっとそれはあるかなっていう。さあやっていきます。あ、エドか。まあキング隊なんでどこまでガチのデッキで来てくれるのかっていう懸念はありますけれどもね。さあ、あ、いいんじゃないですか。これはまずデルタを召喚します。で、デルタの効果発動で今回強化蘇生があるんで、落とすのはベータを落としていきます。で、強化蘇生をセットしてターンエンドですね。エネコンは今伏せてないです。っていうのが、なんか変なモンスター出てきた時にエネコン干渉されたら嫌だなって思って、今回そうやった感じですかね。あ、デスティニードローか。1枚捨てて発動できる。自分はデッキから2枚ドロー。おー、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、じゃあそこにチェーンして強化蘇生を発動で、ベータを召喚していきます。あー、あれか、スキル修正されたからいい感じの、なんかいい感じのやつだね。いい感じのいい感じってっていう感じだけど、まあデルタ取っていきましょうかね。ここは運命のステージ、いいですね、運命のステージ。ただ相性は別にいいと思います。おー、連合君か、なるほどね。ドゥームガイ、ちょっと待って、ドゥームガイの効果読もうか。墓地に次のスタンバイフェーズ時にドゥームガイ以外の D ヒーロー、おー、これダイヤモンドガイ取ってくる流れか。オッケーオッケー。じゃあ、ここは破壊されましょう。やっぱ1000アップってでかいと思うんですよね。で、このターンの終わりのタイミングでこいつを行って、で、さらに、デルタを召喚。で、デルタの効果発動。デルタは確か1ターンに1回しか使えないはずなんだよね。うん、1ターンに1の効果、1ターンに1度。あ、まあ、どっちもか。なんで、それは注意が必要かなっていう。で、さらに、デルタを召喚していきます。で、デルタの効果発動。で、マグネットモンスターを肥やしていきます。で、さらに、1、2、3、4。4体いますね。OK。で、エネミーコントローラーを発動。エネミーコントローラーで相手を奪っていきます。で、奪っていった後に、磁石の戦士、デルタの効果発動で、3体を除外して、マグネットバルキリオンを召喚。ちなみにこれがもう横にいなかったとしても、ガイアプレートね、まだ出すことができるんで、十分。しかも風魔もあるんで、ワンキル圏内になると思います。では、バトル。まず、デルタの攻撃。そして、あ、ごめん。ライフ3000だったから、これの一発だったわ。すいません。対戦、ありがとうございました。
まあ、こんな感じでね、ワンキルはかなり決めやすい構築になっております。なのでそのためにスキルはリスタートがいいかなと思ってます。対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきましょう。ペガサスはなんだろうな、増殺かな。マイスキャ、あ、マイスキャか。オッケー、あ、これはいいっすね。よし、ではデルタを召喚。デルタの効果によってベータを落としていきます。でカードを1枚伏せてターンエンド。基本こいつらはもうハンドから出さないことが多いかなっていう感はありますね。別にこいつやられてもいいしみたいなねところはあります。なんだろう、あ、ソニバか。はい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 。機械天使の儀式と、じゃあダキに出てくるパターンですね。カードをセット。ほー、マジか、セットか。じゃあ強化蘇生を発動し、よいしょ、まあ、こう強化蘇生発動させなくてもよかった感はあるけど、でサーチしてくるのはそうだな、まあデルタでいいんじゃないですかね。デルタを取ってきます。でさらにカードの効果を発動、シュンってね。でこうデルタを取ってきます。でデルタを取ってきて、よいしょ、落とすのはまたこれもベータというわけですね。ではドロー。あれなんだろうな、じゃあここもさらにどんだけ出てくんだって感じだけどベータを落としていきます。でカードを伏せて1600、まあ一応こいつだけこうやっとくか。これいけんじゃね。ではバトル、まずこいつの攻撃、これ通るかな。あれブラフな気がするんだよね。あ、分断か。オッケーオッケー、てかいったよねこれ、多分これいったわ。オッケー、まずこうやってここ食らう。でマグネットモンスターの効果を発動。こいつら3体をよいしょよいしょよいしょと除外してバルキリオンを召喚していきます。でさらにエネミーコントローラーを発動。デルタをリリースしソニックバードをいただくと。でバルキリオンの攻撃、さらにソニックバードの攻撃。対戦ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、まあ、やられても別に違和感があるっていうのがいいところですね。やっぱりバルキリオンを出してこれるっていうのがいいと思います。ただ2体は出すタイミングないんで腐るんで、まあ、1枚安定かなとは思いますね。はい、それではやっていきます。相手バンデットキースですね。何の出来だろう。これはちょっと悩むな、悩むけどスキル使用しないでいいかな。あ、マジか、相手もリスタかよ、聞いてないわそれ、マジか。そうだな、これは普通にベータを召喚しベータの効果を発動。でデッキからデルタをサーチしていきます。でターンエンド。うわ、これ機械天使だったらやばいな、相手もリスタか。役者、あー、それは全然いいよ別に。で豪華の効果使ってくる。はい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 、オッケー。で役者の効果で、ま、手札消費が激しいよねこの動きになっちゃうと。ああ、あれはエネコンか、なんだろうな。じゃあここでよいしょ、でーんってね。でデッキからまあデルタを特殊召喚していきます。であれはエネコンか荒野の竜巻かな、どっちかなんだよね。どっちだろうな、わからんな、まだ1枚4枚になる、5枚になる。 OK、 OK、 じゃあデルタを召喚していきます。でデルタの効果を発動し、これベータをってくれと。
で、多分あれ荒野の竜巻だと思う。なんで、荒野の竜巻感はあるんだよね。なんでここでエネミーコントローラーをセットし、ターンエンド。で、ここはまだ何もないでしょ。で、ここ出てくる。で、このタイミングで、よいしょ。エネミーコントローラーを発動。そして、こいつ、豪華をパクります。多分、うん、小屋の竜巻ですよね。OK。で、1枚破壊するでしょ。あ、そっち破壊 ?OK。じゃあ、さらにここで俺は、どうしよう、これやられることはないだろうから、ガイア出して自爆特攻して、あ、いけるいけるいける、大丈夫大丈夫、 OK。 じゃこの3体を除外して、でマグネットバルキリンをデッキから召喚していきます。で次のターンにガイアプレートと、あとマグネットモンスターベータを出していけば一気にいけるはず。多分ね。OK。では、ドロー。おお、いいじゃん。OK、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 OK。で、この2体を除外し、ガイアプレートを召喚。さらに、ベータを召喚して、こうする。で、バトル。ガイアプレートの攻撃。OK。で、マグネットバルキリオンの攻撃。対戦ありがとうございました。いやネフティスでバック破壊ってか、バックほぼ伏せないし、エネコン絡まなければネフティスには相性はいいんじゃないかなと思います。はい、それでやっていきまーす。相手はクジャクマイでカリバカー。まあこれはスキルは使用しないですね。でまず、デルタの効果を発動。デルタの効果を発動し、これは墓地に、ベータね送ります。でさらにこれは黒金をセットしてターンエンド。まあ相手カリバーなんで、多分ここでカリバー張ってくると思います。多分ね、カリバー張ってきて、 OK、 カリバー張ってきました。カリバー張ってきたんで、もうこのタイミングでこれ使います、黒金をね。で黒金を使ってこれリリースします。自分自身はまああれでね選択できないっていうのがあれですけど、ここで効果を発動、効果を発動して、これはマグネットもこいつがもう1体しかいないんで、もうこいつを取ってくるしかない感はありますね。よし、まあデッキ圧縮も兼ねてこうしました。でこれでハーピーを出すかどうかっていう選択肢が出てきますね。やっぱりハーピーはいないと、ケンタウロスね。 OK、 カードセット、カードセット OK。 このバトルしてくるタイミングで俺はベータの効果を発動。そして、特殊召喚するのはこいつですね。デルタを召喚します。で、デルタの効果を発動し、墓地にこれを送ると。で、もうマグネットモンスターほぼいないんで、まあいいカード、欲しいカードっていうのがこれで引きやすくなったかなと思います。まあ次、エネコンとか引ければ、だいぶ強いですね。では、ドロー。ああ、これもいいんじゃないですか。Okay、じゃあまあここはシンプルにこいつを召喚していきます。でよし、こいつを墓地に落とすと。でさらにこれとこれを取り除いてガイアプレートを召喚。でさらによし、バトル、このバトルフェーズのタイミングで風魔の矢を発動。
で、まずこいつから殴ります。これね、もし効果使ってきたらめっちゃ嬉しい。効果使ってきたら嬉しいけど、そこプレミしてくれるかな。そこをプレミしてくれたらハッピーって感じで使ったんだけどね。効果使ってきたらバルキリオンを取って出すって感じなんだけどね。相手のハンドが多分ハーピーだと思うから、まあ迷ってますね。あれみたいな、墓地のカードなんだったっけ、もう3体いたっけみたいな感じじゃないですかね。でもねこれね、ターン3だけど1,2,3,4,5,5体ね、ポチ壊しできてるっていうのは、まあめっちゃいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ハンドハーピーでしょ？それはちょっと相手からしたらきついところかなっていうのはありますね。おお、マジで？使ってくれる？何落とす？なんでもいいですけど。あ、ダンサーを落とすと。まあ俺伏せないからね。じゃあ、デルタの効果を発動し、この3体を除外して、マグネット、バルキリオンを召喚。そして、ガイアプレートの攻撃、このタイミングで攻撃力半分になってしまう。さらの、マグネット、バルキリオンの攻撃。対戦、ありがとうございました。まあ、マグネットモンスターがね、あんまりまだいてないけど、から、まあちょっと、ね、この動きっていうのは読まれにくいかなと思いますね。で、普通に、あいつの攻撃力が1600以上のモンスター。まあ1600以上のかけると多いと思うんですけど、それだったら、今同じことができるんで、うん、これのワンキルっていうのも、割とやりやすいと思います。だからまあ初手から動けるリスタートがワンキル狙うんだったらいいかなっていう。袴の1丁目とかだったらまたちょっと狙いは変わってくるかなとは思います。